青空の下の少女、小川美芽ほのぼのと白い湯の毛が上がって、硫黄の香りのする温泉町を毎日のように昼過ぎ時分マンドリンを鳴らしてくる男がありました。その男の人相は良くなかったが、連れてくる少女は、 それは薄紅色の花にも例えたいほどの美しい娘でありました。この男は調子外れたマンドリンを弾き何やらわからぬ歌を歌っていたけれどほとんどそれと関係なしに踊る少女の姿に見とれぬ人はなかったのです。マンドリンの音がするとここに来ているたくさんの人たちは 二階からも下からも顔を出してみました。みんながこの美しい少女に心を惹かれたのであります。その中に町から来て滞留していた金持ちの商人がありました。なるほど。珍しい器量良しの娘だ。みんなが大騒ぎをするのも 無理はない。あんな少女を店へ出したらきっと繁盛するに違いないが。商人はこう思いましたから早速男を呼んで娘を雇いたいものだと相談したのであります。欲の深いずるそうな男は笑って「それはお金次第で 大勢に従います。どうか月々と言わず、二三年分まとめて先にいただかしてください。と答えました。商人はこの美しい少女ならマネキンにしてもまた売り場に出しても、給仕を何使ってもいいと思いましたから。それはいいとも。と言って、 承諾しましまた男は金を受け取ってしまうと「何分ご覧の通り内気な娘ですから慣れます間はどうぞお気に入らぬこともご面倒を見てやってください」と頼んでどこともなく去ってしまいました金持ちは恥ずかしそうに うつむいいている少女を連れて温泉場を引き上げ賑やかな町へ帰りました。商人は少女の着ている着物を脱がせて華やかな衣装を着せました。そして美容師のもとへやって化粧を施し指には宝石の輝く指輪をはめたのであります。商人は天性の美しさが 装飾によってどれほど美しくなるものか知ったのです。ああ、これは美しくなった。と商人は目を見張りました。ただ気になったのは、いつまでも少女が物を言わずに恥ずかしがってうつむいていたことです。そのうちにまさしく ししだとということがわかりましたただ少女が利口だったために今までそれが分からなかったのでした「しまったあの旅芸人に一杯食わされたわい」と商人は後悔したがもう仕方がありませんいくら美しくても 推しでは役に立たないと思ったから私がバカなのだこの子が身につけたものはみんなこの子にやるとしてもう面倒は見られないと言って少女を追い出してしまいました哀れな少女はどこへ行くあてもありませんでしたいくら町には たくさん人間が住んでいても頼みにならないと思うと彼女の足は自然と町から離れて広々とした野原が望まれ空の色の澄んだ田舎の方へと行きました彼女は疲れ道端の草の上に倒れて眠ってしまったのです通りかかった百姓が彼女を見て びっくりし「ましたまあきれいな娘っ子がこんなところで眠っているがどこから来たものだかな」とくわを担いだ一人の百姓が言いました「きっと別荘へでも来ていなさるお嬢さんが道を迷って疲れて眠ったもんだと思うが」 お前はどう思わっしゃるともう一人の百姓が言いました。何でもそんなこんだろう。風邪をひくといけねえから起こしてやるべ。二人の百姓は少女を揺り起こしました。そして立派な着物と宝石のピカピカ光る指輪を見ると自分たちが いくら世話をしても結局損にはならないと思って少女を連れて帰り少女が物も言わないのはきっと腹が減っているせいだろうからとご飯を炊いて食べさせできるだけの親切を尽くしたのでしたしかし推しの少女は何を聞かれても返事をするはずがありませんでした 百姓は初めて不審を抱いて、おい兄弟、連れてきた娘が推しでねえのか、と一人が相手に言いました。なんだかおかしいと思ったのだ。それにしても金持ちが娘を捨てやしめえ。こうして探しに来ないところを見ると、 何とも言えねえ。かかり合いになるとつまらねえから、今のうちに元のところへ連れておいてきべえ。と相手は答えたのです。そこで少女はまた野原の中へ追いやられたのであります。彼女は綺麗な鳥のように野原の草を分けてさまよっていました。 そして、ある丘の上に出ると、コバルトの野の菊や赤いおまんまの花や紫色の林道が咲き乱れて、虫が鳴き、蝶が飛んでいました。少女は絵に描かれたような色とりどりの草花を眺めるうちに、自分の着物がこの花たちの前では少しも立派でないのが、 恥ずかししくなりました彼女は蝶がひらひらと花の上を飛んでいるのを見てつい自分も踊ってみたくなり青い青い空の下で花の中で踊り始めたのです。そして踊り疲れてまた草花の中に身を投げて眠ってしまいました。 そこへミツバチがいい匂いをしたってどこからか花を伝って飛んできました。そして草花の中に美しい少女の眠っているのを見出したのです。いい匂いは少女の薄赤い頬からつぼみのような唇から黒い髪から漂っていました。 小さはちはどうおもったのかあたまのまわりをとびまわっていたがそのうちに少女のしろいかいがらのようなみみのあだのなかへはいってしまいました少女はおどろいてふいにめをさましましたこのときふしぎにもかつてきこえなかったみみがとおくでするいいねいろをきいたのであります 彼女は長い夜の夢から覚めたように音のする方へ走って行きました。少女は恐ろしい男にさらわれてから一日として忘れることのなかった本当のお母さんが三味線を引いて村を歩いているのを見ました。思いがけない巡り合いに駆け寄って抱きつき どんんなに喜んだでしょうもう離れまいと母と娘は固く手を握って街道を青い空の彼方へ消えてゆきましたおしまい」。